マリさんに言われた通り道を入りました。でもここは三番集落らしいですね。三番集落の奥に一番があるんですかね。でも言われた通りここ1キロぐらい進むしかないですかねといった感じです。というか交通手段がありません。想像した通り。ちょっとあそこに人がいるか聞いてみますね。だところここの道で間違いないそうです。ただ問題がありまして3キロだと。どうすんだよ3キロも歩けんのかよ。誰か乗っけてくんないかな。またそうやってね、胎児に甘えるようなことですね、考えたらですね、手痛くね、こっぴどい目にね、まだ会ってないんですよね。なんか会わずに行けそうなんですよね。いや、ちょっと、たまには会った方がいいかもしれない。ちょっと、皆さんに怒られてる方もいらっしゃるかもしれませんので。おー、これは、なかなか力を奪われる光景です。行く先に集落らしきものが見えません。かなり遠いです。あの道のさらに向こうみたいです。いやー、頑張って歩きます。作物発見ですね。豆みたいですねこれは、わー、あっちから来たんだろうな。なんか彼からメールが返ってきた時にですね、住所しか書いてなくて、電話を書いてはおかしいと。この挑戦状にしてはすごく、高飛車だ。来れるもんなら来てみろというですね、気概をですね、気概があるようなですね、そのメールの文面にですね、思ったんですけど、そりゃあれですね、難易度高いですね、ここね、挑戦状としては。でもここまで来たら行くしかないですからね。あと2キロちょっとぐらいですか。あら、お休みですね。わでかー。とことこ歩いていきます。いやー、あの道の向こうの、あの道の向こうって、こう2回ぐらいとこ来たんですけど、まだ先みたいですね。あそこバイクが来てる、またあそこよりまだ先みたいですね。やってくれますね。やってくれますね、彼も。いや、やってくれますねって、まあ、生まれたところがそれしょうがないんですけど、まあ彼は2年前にですね、私がのぼるちゃん、平成20年度のぼるちゃん39歳児っていうですね、本をインディーズでちょっと作ったんですよ。その時にですね、彼の原稿を、彼の書いたものをですね、翻訳して載せさせてもいただいたんですよ。無報酬でですね。それなので、近くに寄ったので、近くって言っても、近くに来てから遠いですけどね、近くに寄ったので、ちょっと挨拶でもしていこうかなという、気持ちで気軽にメールを出したところはこういう事態に。素晴らしい。これはあれですね、もうガチッと言って脅かしてやらないといけないですね。ちょっと驚くでしょうね、やっぱりね。ちょっと驚いてくれないと困りますね。こんだけ炎天下歩いてるんですから。あ、水飲まないと熱中症になっちゃう。水飲みます。すみません。優しい言葉をかけていただいたおじさまがですね、おじさまのお仕事は水牛を連れてきて、草を食べさせることみたいです。あざ笑うかのように、私はあざ笑うかのように、こう、うまそうに食っております。あそこに。さあ、ここにも牛がいますね。ねえ、気持ちよさそうっすね。マジであざ笑われてる、あざ笑われてるような気が、もう口はね、あざ笑われてるような気がいたしてまいりました。あ、こちら水牛ですね。こんにちは。うわぁ、すっげー見られてる。すっげー見られてますよ、水牛さんに。バディーカー。お、見てるよ。こっちまで見てるよ、ついてきてるよ。いや、どうぞ。お食事の途中でしょうから。相変わらず見えません。あ、後ろから熊が来た。彼は、この農村で生まれ、そして、せっせと勉強し、チェンマイ大学に入り、文学を学び卒業して、とある芸能人のマネージャーとなり、そして今故郷に帰って、何を考えてるんでしょうか。うわ、ツアーバス入ってきたよ、ここに。ありえねえ、ツアーバスだよ。うわ、なんでなんでバスツアーのバスがここに。あ、止まってる。なんでここで降りるんだ。誰が。
いやー、何を、もしかして俺待ってんの、ちょっと走っちゃおう。近くのお寺にお坊さんを迎えに行くというですね、ツアーバスに乗っけていただきました。ラッキーです。死ぬかと思いました。多分お寺の近くだと思いますかね、のうちは。おふまがありがとうございました。超ラッキーで、この辺らしいんです。どの家でしょう、聞いてみましょう。ここは11で1ではないと、1は左に入ってくれということらしいです。左どっから入るんだよ。神はまた私に試練をですね使わしてるようです、なんか日本語おかしくないかこれ。ちょっと もうちょっとだけ聞いてみますね。さっきの11番集落から言われた通りに歩いて、途中でおじさんに道聞いて、脇道に入ってここまっすぐだと言われました。なんかこう人が住んでるって感じしますね。よかったですね、本当ここまで歩いてきて。いや全部歩いたわけじゃないですけどね。あ、ほら、もしですよ、もし、緑茶もしね。どこまで晴れてるんですかね、日本語ね。うわぁ、あ、人が住んでるって感じがするよ。よかったよかった。あとはあそこの突き当たりまで行って見つからないってことはねえだろうな。頑張ります。学校ですね、小学校じゃないみたいですね。あの村程っていうのはパクソイまで行くんですかね。行くんだったら乗って帰りたいですね。歩くのは嫌ですね。もうあれが、そしてですね、彼は昨日バンコクに行ったと。見事なすれ違いですね。ここでいつも仕事してるそうです。で、カレンチが雑貨屋ですね。手紙を託して帰ることにしました。こういう、あ、オラが、乾杯ドゥーディゴ。というオチでした。前で運転してるのは、そのお友達のですね、実家の雑貨屋にいたというだけで、私を乗せることになったかわいそうなおばさまで、お姉様です。ありがたいことです。うわ、涼しい、こんなに涼しい道だったらなんだって。バイクに乗ったら涼しいな。いや、バイクに乗っけてもらうとあっという間でしたね。ここで待ってろと、この素敵なバス停でバスを待つことにしたいと思います。うわ、影が微妙にずれてるな。こう、彼のお母さんに冷たいお水とコーラをごちそうになりました。時間は今ですね、結構ロスしたかな。あれ、あ、携帯、14時4分です。結構ロスしました。あと2軒行けるかなっていうか、今日1軒回ってないですよね、まだ。31分、パヤオ行きのバスに乗りました。もうこれであれですね、この辺カオランが名産みたいです。そんなことないですけど、もうこれでどっか誰かに会いに行くっていうのは多分今のところなくなりましたので、どんどん先に進んでいきたいと思います。風景こんな感じ。4時8分、早起きのバスターミナーに着きました。ぐるって回してみましょうね、バスターミナーね。こんなもんです、こんな感じ。これをじゃあ置いてみると、あ、ガラスがですね、割れてるんですか。ちょっと落ちましたね、いかがだろうな。